戦6月くらいの将軍徳川海人は大流行しているカップヌードルの禁止を発令。その将軍の誤解を解くため、松前藩から三船王が、久留米藩から根室子が江戸城に向かったのであった。久保様こちらがカップヌードル味噌だよ。お口に合わぬ時は張り切ってお詫びします。ハローパロー一年食べずこんな謎に黒くじゃい三種の味噌を合わせたとろけるようなスープはノーゴー。おむすびに合うランキング第1位だよ。ではいただこう。ニンニン味噌味食べて味噌味噌消化ピリピリアクセントリポチ。ニンニン味噌味食べてうまうまニンニクピリピリエクセレントオチ。極楽浄土登るようなこのピピピにもわからなくちゃ。おっぺくべのおっぺくべのペーペーだよ。はい、あれれスープの香り。No!人々はカップヌードルを